リヒャルト・ヒュルゼンベックは、ヘッセンナッソーのフランケナウで生まれた、ドイツの作家、詩人、心理分析家。ヒュルゼンベックは、第一次世界大戦の前夜には、医学生であった。軍隊から無効とされ、1916年2月に、スイスのチューリッヒに移住し、そこで、キャバレーボルテールに転がり込んだ。1917年1月、ベルリンに移り、 ベルリンのダダグループを乱すのに役立つこととなるアイデアとテクニックを持ち帰った。銃を手に持って文学を作ることはしばらくの間私の夢でしたと彼は1920年に書いている。彼の考えは当時のベルリンの左翼政治に適合した。しかしながら、イデオロギー的なヒルゼンベックと彼の仲間たちにとって、 国家社会主義ドイツ労働者等が現代美術のすべての側面をクンストボルシェビズムとして非難し始めると彼らの挑戦、ダだはドイツのボルシェビズムであるが後に不幸な影響を及ぼした。1933年以降、ヒュルゼンウェックはナチス当局により繰り返し調査された。書くことを禁じられるも内部亡命にとどまらず、1936年に アメリカへの移民ビザを取得することができた。彼は、チャールズ・アール・ハルベックと名前を変え、ニューヨーク州ロングアイランドにあるカレン法内、クリニックで医学と精神分析を実践した。1970年になり、彼は、スイスのティチーノ州に戻った。ヒュルゼンベックは、ダダ・アルマノックの編集者を務め、ダダ・ジークとエンアバン・ダダ及びその他のダダイスト作品を執筆した。 ヒュルゼンベックの自伝、メモワーズ・オブ、映ダのドラマーは、運動の多くの重要人物たちと彼との相互作用について詳細に説明している。その音楽の中で、フーゴ・バルは、ヒュルゼンベックが到着した。彼はリズムの強化を懇願する。彼は文学を太鼓で叩き、滅びることを最も望んでいると書いた。その人生の終わりまで、ヒュルゼンベックは、 ダダはまだ存在していると主張したが、運動の他の創設者は同意しなかったかもしれない。ありがとうございます。